んと12月は忙しいですね。あっという間にね、今年が終わっちゃいますね。じゃあ先週作ったご飯です。はい、お汁、これはつくねのお団子が入ったお汁です。こちらの動画で紹介しました。チキンナゲット、これを揚げずにお汁の中にポトンと落としてお汁にしたものです。こういうのね、鶏の胸肉とお豆腐で大量にたらこできますからね。フードプロセッサーがあると簡単に大量にできますからね、おすすめですよ。揚げればチキンナゲット、汁に落とせばこういうつみれとして使えます。お鍋に入れてお団子のお鍋もおすすめですよ。さあ、お隣はご飯。これはね、大豆を入れた炊き込みご飯です。今日は大豆だけじゃなく、これね、おせんべいも入れて炊いてあります。今日は大根のお料理が多いので、大根一生懸命剥いで皮が出ました。その皮を炊き込みご飯の具として炊いて、大豆を戻して茹でたものを煮汁ごと加えて炊いてあります。こちらの動画で大豆のご飯の作り方、イソフラボンたっぷりの女性におすすめのご飯ですよっていうこの動画と、大根を料理した後にはおせんべいでご飯炊きましょうっていうこの動画、こちらブレンドさせたものでございます。はい、次行ってみましょう。はい、これね、今週のメニューの大好評でした。揚げの中に刻んだ大根葉とチーズを混ぜたものを入れて焼いただけっていうね、すっごく簡単なおかずだったんですけど、今日のメニューの中ではね、大好評でしたね。こちらのね、動画で紹介しました。実際に食べたお客さんの生声も入っております。どうぞまだ見てない人はね、見てみてください。で、声の出演したお客様、もう見られました？自分が出てることに気がついてます？はい、次はこちら、かぼちゃのポタージュです。お知り合いにバターナッツのかぼちゃたくさんいただきまして、その方が作るね、バターナッツのかぼちゃとっても美味しかったんですよ。実はこれ、普通バターナッツといえばね、水っぽいって言われてますよね。私もそういう市販のバターナッツのかぼちゃ前使った時は、でもこの人がね、作ったバターナッツはね、甘くて水っぽくないのね。畑で勝手になってて、水やりとかしてないから甘くなったのかな、水切れしててって言ってましたけど、いや、美味しかったですね。で、今回はね、このポタージュスープはね、玉ねぎとコンソメ持ってないんで、鶏の胸肉入れて、で、皮を落としたバターナッツと一緒に煮まして、で、フードプロセッサーにね、玉ねぎごと鶏の皮ごと全部ドロドロにして、で、ちょっとね、水気が多かった、サラサラしすぎちゃったと思ったので、もっととろみがつけたいなと思った時には、はい、冷やご飯でございます。冷やご飯を一緒にフードプロセッサーにかけてドロドロにすると、いい感じのとろみ具合がつくんですよ。味付けはね、塩コショウのみで OK です。上にね、今日は菊芋を素揚げしてチップスにしたものと、生のパプリカ刻んでね、彩りに添えてみました。菊芋ね、チップスにすると美味しいですね。ただ単にね、揚げるだけなんですけど、その次の週に作った、今作ってるご飯、実はね、この菊芋のチップスとバターナッツのチップスとレンコンのチップス、3種類のチップスを揚げたおかずを作ってるんですけど、そしたらね、よく味の違いがわかる。レンコン、かぼちゃ、この菊芋、この3つの中ではね、チップスにしたら菊芋が一番味的には美味しいですね。比較してみなかったらね、わからなかったんだけど、菊芋チップスにするのおすすめです。はい、次、これお正月見越して作りました、伊達巻きです。お正月のおせちにどうかしらってことで、こちらの動画でもう紹介しておきました。はんぺんとね、卵でね、簡単にできるんですよ。市販の伊達巻きが甘すぎて嫌いっていう私みたいな人は、ぜひ自分でね、手作りしてみてください。美味しいです。じゃあ、お隣は風呂吹き大根を作りました。まず米の溶き汁で下茹でしてから、で、出汁で炊きます。私は以前こちらの動画で風呂吹き大根の作り方紹介しました。この上にかける味噌が作れれば簡単ですよ。今日はね、この味噌ベースに、緑の味噌は春菊を入れた味噌です。今ね、春菊も旬ですよね。春菊茹でて、で、黄色い味噌ベースの中に刻んだ春菊入れて、フードプロセッサーでね、ドロドロにするんですよ。そしたら春菊風味の味噌ができます。これね、美味しかったですね。こんなたっぷりのせても、春菊たくさん入ってるのでね、そんなにね、味噌が辛くないんですよ。だからたっぷりのせて食べたいって感じ。美味しかった。さあ、お隣は
株で作ったサラダです。リンゴとグレープフルーツと合わせてみました。今株もね旬ですね。株はドレッシング液みたいなね、フレンチドレッシングみたいな味の酢の中に漬けておきました。でもこれね、そんなに漬けが味がついてません、この株に。そういう時ね、単体でマリネよって食べるには味が薄いなっていう時にはフルーツと合わすといいですよ。味の薄いのがね気にならなくなる。リンゴの甘さやこのグレープフルーツの酸っぱさでちょうど調和が取れるっていうんですかね。あの味のついてるものついてないもの合わせてバランス取るっていうおかずの作り方、私大好きですね。さあ次は、これはさつまいもで作ったポテトサラダです。以前こちらの動画でいろんなポテトサラダっていうことでさつまいものポテトサラダの作り方も紹介してます。これとね似たようなもんなんですけど、今回ねプラス入れたっていうのはこの中ね粒マスタードが入ってます。またちょっとね違った風味がして美味しいですね。で中には甘酢で漬けた薄くスライスした玉ねぎ、この玉ねぎにねしっかり酢の味がついてるのでさつまいもに別に味をつけなくても十分美味しく食べれます。柔らかいさつまいもの食感と歯ごたえのあるシャキシャキとした玉ねぎのね甘酢漬け、これがね絶妙にいいバランスで美味しかったですよ。じゃあお隣はナムルを作りました。これはひじきのナムルです。ナムルの作り方、すっごい前にね一番最初の頃 YouTube 始めてこちらの動画で紹介しました。まだまだういういしい私の姿とともにナムルの作り方、興味ある方ねぜひ見てみてください。こちらの動画です。ナムルの味付けはね何か来たとしても同じ味付けします。お砂糖、お塩、ごま油、お好みでチューブのニンニク、ほうれん草だろうと、もやしだろうと、ひじきだろうと、切り干し大根だろうと、人参だろうと、野菜と言われるものはね何でもナムルできますから、味の付け方ほど覚えてしまえば簡単です。さあお隣はデザート、レンコン缶を作りました。以前こちらの動画で紹介しました。今回のと雰囲気違いますよね。以前のは甘納豆入りのレンコン缶って作りましたけど、今回は中にはね甘納豆とか入れずにレンコンだけで固めて上に柚子のジャムを乗せてみました。柚子のジャムとレンコンの組み合わせ、これも合いますね。これお正月イメージしてお正月のお寿司の中にこれどうかしらと思って作ったんですけど、柚子のジャムこちらの動画で紹介してました。たくさんね気よくして美味しかったんで私たくさん作っちゃったんですよ。柚子のジャムまだまだたくさんあるんで死ぬほど食べれるほどあります。なので柚子のジャムもね、柚子のジャム単体として柚子茶にするとかいう食べ方以外にもこういう風にねいろんなものにアレンジして使ってみるっていうこともできますね。ちなみに次の週の献立もこの柚子のジャム違うことに使い回してます。またそれもぜひご覧くださいませ。さあこんなご飯を作りました。何か参考になることがありましたでしょうか。それではまた次の献立もお楽しみに。バイバイ。